ジェル化させる、ゲル化させるですね、ゲル化させる、そしてそれを充填するという、まあ、技術と、まあ、ノウハウとして今持ってるんです。こちらの製品はもともと2部品でプレス部品と鍛造部品で作っていたものをそれを溶接していたものなんですけども、弊社の方ではこちらを鍛造プレスとフォーマーを複数使用して、このカチラの形状を鍛造だけで仕上げるという方法をとっていて、大型のものから小型のものまで、量産のものから単品のですね、受注のものを作っているというのを、処理しているというところで、まあ、見やすいようにスパーという部品がございまして、まあ、これは銅材で2ミリなんですけど、非常に、大きいから変なんですけど、大きめで精度がいる部品でございます。こういった小さいものからですね、これもまだ中ぐらいのサイズなんですけども、こういった、サーボモーターのブラケットや、ですとか産業用ロボットの筐体といったFE 機器部品、私どものコアの技術は歯車の加工です。いわゆる歯切り加工というんですね。丸の歯車がこう、まあ、これは時計に入りませんけど、メインなわけなんですが、ファイバーレーザーとかヤグレーザー、まあ、ヤグレーザーは前から使ったんですが、特に1ミクロン体のところをですね、ほぼ透過率をですね 100%、まあ、100% 近くですね、透過することが看護師さんとかが採血をする、採血の練習をするための、注射のパッドになります。で、まあ、このチューブの方ですね、人の、血管に近いチューブをということで開発しまして、鉄の中の窒素が染み込んで膜が出来上がります。でさらにその再表面にリチウムの複合酸化皮膜と呼ばれる膜が出来上がるということで、非常に滑りが良くなる。低密度のポリエチレンをですね、製膜してます、してるんですけども、これが錠剤、まあ、薬局とかで売ってる錠剤のですね、瓶詰めの中に蓋を開けたら入ってるポリエチレンをくしゃくしゃにしたものですね。こういったこれはブロックナインのなんですけれども、これがその左上の装置の中のちょっとこうファミラパンみたいになったポッパーのところに入れます。